はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。今日もね、続きをやっていこうと思うんですけど、最近ちょっとね、心がけてることというかね、読書を通勤の時間をね、中心にするようにしてまして、だいたい週に2冊ぐらいかな。だから月に、全くしない、ぐったり寝てる時もあるんですけど、座れた時なんかはね、ただ読書を、週に1冊から2冊ぐらいはやりたいなということで、今年度入ってからどうでしょう。10冊ちょいぐらいかな。13、4冊ってところでしょうかね。そういう本を読んでますので、せっかくいろんな本を読みますので、この本こんな話でしたみたいなことをね、ご紹介していこうと思ってて。図解、頭のいい説明、すぐできるコツ。鶴野光重さん。ちょっと古いんですけど、私お金あんまりないので、ブックオフでね、そういう本をバーッと買うんですけど。ちょっとお仕事でもですね、短くね、端的に説明するっていうことはやっぱり求められますし、そうじゃないと自分の時間もね、持たないということで、1分間でそういういろんなね、報告とか、そういうものをするにはどうしたらいいかということがね、書かれてて、大きい話から小さい話に持っていくとか、実際に起こった事象を話して、その後に、自分の考えというか、それを踏まえて私はこう思いますみたいなことをね、添えるといいよみたいなことがね、満載の本でありました。2018年だったかな。2016年第1冊で、18年に第24ということで、めちゃめちゃ売れてんじゃないですかね。薄さもね、結構薄いの で図も多いから、そこまで何ていうかな、読むのに時間かからんかったかなという感じなんですけどね。大きい話から小さい話、実際に起こった事象から、それを踏まえた自分の考えを述べるみたいなね。あとメールとか電話、会いに行く、それの使い分けみたいなこともちらっと書かれてましたということです。もしね、皆さんもおすすめの本みたいなのありましたらね、ご紹介をコメントでいただければと思います。私も読んでみようと思います。はい。すみません、本題、またこういうこと言うとね、カーモデルチャンネルのくせに関係ないこと言い合わせて、またね、変なこと言ってくる人がいるんですよ。はい、もういいです言ってもらってね、全然いいので、はい、そんな感じで本の紹介もね、ちょこちょこやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。で、今回はですね、いよいよ赤い丸をね、3号のボディに塗っていきたいと思ってて、それのマスキングをやっていこうと思ってます。で、丸いマスキングをするときにですね、どうやってやりますかって話なんですけど、もちろんマスキングテープね、丸いの売ってます、売ってるからそれを使う、もう全然いいと思います。全然いいんですけど、ちょうどのサイズがね、売ってないとかね、近くの模型屋さんにないとか、ネットで探しても届くの時間かかるとかね、今やりたいんですと、今やりたいという時にね、そういうものがなかった時に、ちょっとまた明日じゃ届いてからやるかとかね、そうなるとちょっと熱冷めちゃってね、できないということにもなりかねませんので、これが1個あればね、こういう作業はちゃんとできますよっていうことをね、今日はご紹介をしていこうと思ってます。当チャンネルではカーモデルの組み立てとか塗装、またダイソーサンセリアさんで手に入ります模型に使えるグッズの紹介、そういった情報配信を行っているチャンネルでございます。ちょっとでもね、内容がいいなとか、参考になるなと思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。で、さっきみたいに本とかね、たまにちょっと違うネタをポツポツ挟みながらやっていこうと思うんですけどね、カーモデルチャンネルのくせに生意気なみたいなね、そう言われる方はちょっと温かく見守ってくださいと、いうふうに思ってます。あなたのチャンネルじゃないですからね、私のチャンネルですから好きにさせてもらおうと思ってますけど、はい、へーってね、そんな言う人いるんやと思う方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、いるんです、知らんけどはい、ということで、はい、やっていこうと思います。で、丸マスキングをやるときに、例えばこの辺にこういう丸をやっていきましょうと。これタミヤのマスキング、細マスキングね、細マスキングで、丸だからこうやってね、こうやって貼っていくとできますよっていうのは、これはダメです、うまくいきません。これちょっと味ありそうですけどね、こうね、餃子のひだみたいにこう折り込んでいくのもいいかもわかんないけど、でも綺麗な丸っぽくね、仕上げるってのはやっぱり手作業というかね、そういうものでは厳しいですということです。なので、
これを使って、ね、やっていこうと思います。じゃん、スーパーパンチコンパス。これ私の動画にねもう何回も出てきてるあのものなんですけどね。要は、コンパスの針と鉛筆、コンパスってね針と鉛筆ついてると思うんですけど、その針と鉛筆のところにカッターの刃が刺さってますと。だからマスキングテープ大きめのものを貼ってね、くるくるっと回せば刃がぐーっと決まった半径を運動してですね、綺麗な丸をカットすることができますよと。でこれ1個あれば最小半径が 1.5mm だから、直径 3mm かな、直径 3mm から10cm、 じゃあ直径最小直径だから 1.5mm で半径 0.75mm かから最大直径 10cm のものがカットできますよというものになります。だからこれを使ってね、今日はやっていこうと思ってます。でここに赤丸を打つんですけど、赤丸の周りには2、3mm の厚さでね白い丸を打とうと思ってます。でしかもこの深緑の上に赤ってなかなか発色しないと思いますので、まず大きめの円を描いて、白を塗って、で白もちょっとこう縁がボケたようなね、綺麗な真っ白じゃなくてちょっとこう縁がかすれたような感じで白く塗って、でそれより半径が、まあ、直径が 2、3mm 小さい赤丸で塗っていくということを、まあ、ダブルでね今日はやっていこうと思ってます。じゃあやっていきましょう。はい、ではですね、まず丸の大きさを考えていこうと思います。いろいろね資料映像、資料写真を、ね、見ているとちょっとね丸はちっこめなことが多いんですけど、まあ、今回そのデカールもこれ用のデカールを使いませんのでね、通常のリバティウォーク のデカールを使っていきますので、まあその何ていうかな、小さすぎるとちょっと味気ない気がしますから、まあちょっと大きめに赤丸は描いていこうかなというふうに思ってます。でまあ、このプレスラインよりもちょっと下かな、このサイドステップきますからね、それよりも下側で、かつ、まあ、パンパンに丸を描くとするならばということで、まあ、25mm ぐらい一応真ん中でありますかね。だからまあちょっと余裕目を見て、まあ、22mm にしましょうか。 22mm、 じゃあ直径 11mm の丸くくり抜いたマスキングテープがねあればいけるということになりますから、それをじゃあ作っていきましょうか。この太いマスキングテープ、これはホームセンターで売ってるやつです。3つか4つぐらい入ってね、こういう縦長い塗装具コーナーに売ってます。 3M のねマスキングテープ、幅が27mm、 30mm ぐらいありますかね。これを使ってやっていきましょう。で今回左右にね、その同じように白い円を塗って赤い円を塗っていきたいので、こんな多分長さいらないけどな、はい、カッターマットに貼り付けましょうと。でこれね真ん中、メーカーさんがなんか一部ね品薄になってるっていう話を聞いたんですけど、ある見つけた時にね、持たれてない方も見つけた時は買われてください。ホビーショップガネットさん販売元の、製造元は梅本デザイン、発売元はプラッツさんですね。ここが売られているということで、1300円定価、物価高でねちょっと上がってるかも分かりませんけど。で刃とね、この針のサイズとかね、幅を変えることができます。で 11mm、 今回直径 22mm のものが欲しいので、11mm のところでロックします。であとはごめんなさい、忘れてた、これを使った方がやりやすい。ちっこいねカッターマットを使ってやった方が、ちょっと仮組みのやつが残ってて剥がすのもったいないんでこのままいきますけど、これコンパスね結構難しいんですね。こうくるくるって手元だけでやるのは難しくって、もうねカッターマットを回した方がねやりやすいよってお声をいただいて、私それからずっとそうするように、確かにと思ってするようにしてるんですけど、はい、こうね針の先端をブスッと差し込んでくるくるくるっとカッターマットを回していきます。いつもより多めに回しております。で使うのはね2個なんですけど、エラーというかねミスがあったりとかよくします。力が入っちゃってね、このどうしてもこれ自体樹脂なんでね、どうしてもこうちょっとたわむんですよね。ぐーっと力が入るとたわんじゃうので、その結果
歯の始まりスタート地点にね歯がちゃんと戻ってこれないこともよくあるから、2ついるときはまあ4つぐらい作る感じで思っとけば間違いないかなと。でこういうね毛がそこそこ大きいものはあの割とうまくいきます。毛が小さいのが結構ね大変なんですけどね、小さいと結構たわんじゃってなんかグリーンってなっちゃってうまくいかないことがあるんですけどOKOK。 じゃあこれをカットしていきましょう。はい、OK、であとはですねこれね結構縁が30ミリのね幅に22ミリの穴を開けてますから、まあ、サイドそれぞれ4ミリぐらいずつしか残らないんで結構ね破れやすいから気をつけて剥がしてその円を描きたいところにペターンと貼っていきます。で今回もうグレーのライン後ろに入れちゃってますんでね、ドアのちょうど真ん中すぎるとなんかこう後ろよりデザインが後ろ寄りになりすぎちゃうので気持ちちょっと前側にね円は来るように行こうかなと思ってます。でマスキングテープがシワにならないようにすると綺麗にこう円の形が取れるかなと思います。OK、 はい、こんな感じですね。ちょっとこうバランスも見ながら、まあ黄色いからねちょっと分かりにくいとこではあるんですけど、まあちょっとこう前後のバランスとか見ながらやっぱちょっと前寄りの方がいいかなと思いますね。はい、じゃあ反対側にも貼っていきましょう。これテープ剥がすときね気をつけながら剥がれたところをこう持ち替えてあまり遠方からこう剥がしに行かないようにテコの原理でねテープに負担がかかっちゃいますから。でもね大体もう左右のバランスもちょっと大体でいこうと思います。結構この辺もね気にしだすと切りないと思うから大体の感じヒュッとテープが引き寄せられる感じがありますけど OK、 この辺でいきましょうか。この辺だったらいいかな。もうちょい下か、もうちょい下でいきましょう。すぎ。あ、結構前すぎたか。あ、でもこんなもんか、こんなもんですね。このぐらいで。縁がね浮きやすいのでテープの形が変わらない程度に、まあ、しっかりその表面に密着できているかというのを確認をしていきましょう。よいしょ、うん、オッケーオッケー。じゃあこの白く塗料を飛ばしますので他のところに白い塗料が飛んじゃわないようによそのところにもねマスキングテープを貼り付けた状態で、塗装ブースのところでね、白い塗料を塗るところからまたカメラ再開したいと思います。はい、それではマスキングを行いましたので、塗っていこうと思います。使いますのはいつもお世話になってますフィニッシャーズさんのファンデーションホワイト、これを薄めたものを塗っていこうと思います。このファンデーションホワイトなんですけどどうでしょう皆さん、フィニッシャーズさんの塗料あんまり使われたことない方多いんじゃないかなと思うんですけども、あんまりねそのどこでも売ってないんですよね。結構専門性の高いお店じゃないと売ってないんですけど、これね非常に隠蔽力の高い白色で
あの薄くね、薄く塗れるし、隠蔽力が高いということで、私あのこれ白塗るときは基本的にファンデーションホワイト、フィニッシャーズのねファンデーションホワイト使うこと多いんですけども、あのもしね見つけられた方おられましたら一度本当試されてみてください。めちゃめちゃいいですからね。すごい隠蔽力の高い白なんで一度試されてみてください。でこれをタミヤスーパーマックスエアブラシ、私あのいつもグロス系の塗料はこれで塗ってます。私グロス系と、メタリック系とクリア系3本 の, あのハンドピースをね使い分けるようにしてるんですけど、まあ、黒用とかね白用とかもしあのスペースとか予算が許すのであればもう2本ぐらいね置きたいなと思ってるんですけど、なかなかちょっとそうもいかずということで、また3本でね今やってますけど、でエア圧についてはだいたい 0.05 メガパスカル、 0.05 メガパスカル、50キロパスカル、 0.5 バールぐらいの圧力で塗っていきます。で今回ねあえてちょっとこうなんていうかな、ボケた感じというかね、真っ白に綺麗にビチッとマスキングしてる感じじゃなくって、ちょっとかすれた感じを表現したいなと思ってますので、ちょっと透明にねこんな感じでそーっと吹きつけていこうと思います。真ん中ら辺だけねちょっとこう濃いめにしたいなと思って、はい、こんなもんでいいでしょう。はい、反対も行きましょう。これ隠蔽力やばくないですかこれね。暗めの下地なんですけど、はい、こんな感じ。ちょっと真ん中だけ濃いめでいきましょうか。縁ほどねちょっとこうかすれてる感じを出したいので、じゃあこの乾燥を待ってからですね、この白いところを一部縁を残して赤いところを塗る作業にまた入っていきますので、ね、そこからまたカメラ再開していきたいと思います。はい、じゃあ次のマスキングテープ作っていきましょうかね。22mm の直径の円を白くねマスキングして塗りましたんで、まあどうしようかな、縁をまあ2ミリぐらいの薄さを残して赤く塗るということになりますので、なもだ22で2ミリ2ミリだから18ミリかな、直径18ミリの円を2つ描いていこうと思います。直径18ってことは割る2なので半径は9かな、9ミリの直径になると思います。なんかな9ミリ、これでさっきと同じ要領で、マスキングテープをカットしていきましょう。こんな風にねたわんじゃってちょっとうまく切れてないですね。線が二重になってますから、こうなるとあんまり良くないので、結構難しいんですよこれがね。もう一個ぐらいいっとくか、あんまりなんかピシャピシャと決まらないですね。1回目が結構ねうまいこと言ったんですけど、はい OK です。めちゃめちゃ綺麗にできましたね。でこれをですね、まあ、どんな風に貼っていくかということなんですけど、一番懸念されるのがですね、まあ、2ミリ線マスキングしますよね。それがその赤い玉が、ま、丸い、まあ、円がね、これがこうどっかに寄っちゃうとかっこ悪いんですよね。ちょうど真ん中に綺麗に赤は位置させたいというかね、そういうのがありますから、この辺かな、ちょっと上すぎるか、こうなるとちょっと上すぎるのか、もうちょい下
この辺かな。今ちょっとあの折れちゃいましたからね。ちょっとあのど真ん中な感じはしないんですけど、これをこう線でつなぐと、まあ大体この辺になるのかな。もうちょいこっち寄りか。これはちょっと後ろすぎるな。まあという感じでね、ここに赤い丸が来たらちょうどいいよっていうところにね、この真ん中にくり抜いたテープを貼っていきます。この辺かな。でこう物差しとかね使いながら、大体、これが大体真ん中ですね。じゃあこのさっき切り抜いた余白の方、これをですね、このさっき仮で貼り付けた丸いマスキングテープの縁にねピタッと合うようにこれ貼っていきます。これをめくるとちょうどさっきのね余白を、あ、映ってなかったかな、ごめんなさい、映ってなかったかもしれない。ちょうどね余白がさっきのこの丸いテープを貼った時の狙ってた余白が、まあ、マスキングできると。でここに、まあ、赤なりワインレッド系のね、今回あの小豆色でいこうと思ってますけど、ここにこうその色を塗ると、これをめくるとね赤があって白の縁があって緑のボディがあると、こういうあの表現ができるかなということで、これあの私もこれあんまりねこの方法試したことないんですけども、こんな形で今回ねやってってみようかなと思っております。綺麗にカットできたのはこれかな。これが綺麗にカットできてますね。ちょうど真ん中に、これだとちょっと左寄りすぎるか。あれだな、あの中心線かなんか書いとけばこういうことにならずに済んだかもわからないですね。これはちょっともうちょっとうまくやる方法が余地がありそうです。もうちょい上かな。これが多分ね結構うまくいった方だな。でさっきと同じようにこのくり抜いた方ね、これが今回必要になりますから、これを今仮で押さえた方、一応測っておきましょうか。2ミリずつぐらいのね間隔にちゃんとなってるかっていうのを見ておきましょう。まあまあこんなもんでしょうね。さっき仮で貼った丸いテープの縁をこう押さえていくようにね、この余白のマスキングテープで周りを押さえていきましょう。
OK でこれで真ん中を剥がしたらさっきのね余白が、まあ、確保できますよということになります。でここでねこう真ん中に貼れた後満足してマスキングからね塗料を漏らしちゃうとせっかくねこう凝って貼った意味が半減してしまうのでしっかりこう縁が塗装面に密着しているかというのを確認してから塗装していきましょう。 OKOK じゃああの小豆色をね、エアブラシに充填をしてこの露出しているところに小豆色を塗っていこうと思います。はいじゃあ塗っていきましょうかね。使用する塗料はミスターカラーの小豆色81番これを使って塗っていってみようと思います。塗装圧とかね希釈はさっきのと同じような感じ塗料1に対して溶剤1ぐらいで薄めたもので、スパーマックスエアブラシ 0.3 ミリ口径のエアブラシで 0.05 メガパスカル 50キロパスカルぐらいで塗装していってみようと思います。これもねちょっと 100% 塗るんじゃなくて、まあ、95% ぐらい塗るイメージであえてちょっとこう下地がね若干残るぐらいな感じで縁にね若干こう塗り残しがあるぐらいな感じで仕上げておきましょうか、はい、じゃあこれあのカメラのアングル戻してねマスキングめくるところからまたカメラ再開していきたいと思います。はいじゃあマスキングをねめくってってみようと思います。そうですねちょっとこうちょっとこうボケた感じこっちがちょっとやりすぎたかもわかんないですけどちょっとこう縁にこう白を残した感じでどうかなと思ってこれをじゃあねめくってってみようと思います。よいしょ、まあ、どういいんじゃないですかこれでマスキングめくるときはできるだけ近くを持ってマスキングはめくっていくようにします。あの上から貼ったテープから順番に下から一気にねビリビリっとめくっていきたい気持ちは山々なんですけど大きな力がね遠くでかかるとテコの原理で部品を壊しちゃいますので上に貼ってるテープから順番にめくっていきます。でなるべくめくるときはボディの近くのテープの近くのボディを持つ。例えばこの辺の、ね、テープめくるときにこの辺持ってるとあのテコの原理が働いてですね大きな力が部品にかかっちゃいます。部品をね壊してしまうことにもつながりかねませんのでそうならないようにできるだけ近くを持ってマスキングテープはめくっていきましょう。よしじゃあ最後の左右1枚ずつめくっていきましょうか。いきますよ。よいしょ。はい。あいいんちゃういいんじゃないですかこれ。なんかカラスよけみたいに見えてきたな。なんかあでも雰囲気出てんじゃないですか。こうちょっとこう透けた感じね。緑の下地がちょっとこう見える感じの白で赤もちょっとこう白が透ける感じでねこんな感じで仕上げましたと。あのちょっとツヤが出ちゃってますけど最終はあのしっかりフラットクリアでね表面仕上げていきますので質感も整うのかなというふうに思います。あいいやんいいやんこんな感じでうんいいんじゃないでしょうか。はいということであの今回ねあのまあ、ニッチな塗り方というか、ゼロ線のね、この日の丸というか、
そういうのを塗るために丸型マスキングを、まあ、自作をして、まあ、自作というかね、それほど偉そうなもんじゃないんですけども、自分で作って、塗装しましたと。で、二重にそういうことをするときにはですね、どういう貼り方をしていくと、まあ、うまくセンターにそういう円の位置を合わすことができるかということをご紹介させていただきましたので、もしこれね、そういう丸のマスキングをしたいと思ってたけどどうやったらいいかわからなかったという方はね、これぜひ探してみられてください。で、類似品がダイソーさんにも売られてます。サークルカッターだったかな、文具コーナーに売られてますのでね、それでも十分対応できます。ただ最小半径が 1.5 ミリというのはね、確かそれ対応できなかった。1センチ以上だったかな、半径5ミリ以上はね、こう狭まらなかったと思うので、ちょっとその辺が異なりますけどね、この今使っているものと異なりますけど、まあ、一度試してみるという観点でいくとね、全然問題ないと思いますので、ぜひ一度試されてみてください。ということで、今回の動画は以上とさせていただこうと思います。チャンネル登録、されてない方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。コメントにつきましてもですね、いただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で、私が使ってます工具、機材、消耗品、動画の概要欄に Amazon リンクを貼り付けてますので、ちょっとね、気になるなという方につきましては、その Amazon リンクから検索とご購入をいただければと思います。リンクになっている商品もそうですけども、Amazon で売られている商品、リンクになってないものも含めてですね、ご購入されるという際は、当チャンネルの概要欄にあります、どれでも結構です。Amazon リンクから Amazon さんに入っていただきましたら、その先でね、お買い物が生じた場合につきましては、マッスンチャンネルありがとうということで、Amazon さんからね、ご購入金額の 1% だったかな、収益をいただける仕組みが取れてます。もちろん商品値段変わりませんのでね、Amazon で買い物する際は、マッスンチャンネルの Amazon リンクから入ってもらうということでお願いできればと思います。本当にね、毎日、ほぼ毎日かな、多い日は10件以上、なんかそういうお買い物をいただきましたよって報告メールがね、届くようになってるんですけど、一件一件はね、かなり少ないかもわかりませんけども、ちりつもで、大きな、収益源となっておりますのでね、ご協力ぜひよろしくお願いします。また、まっすぐ川モデルチャンネルメンバーシップの方もね、ご参加お待ちしております。フレンズグループさん以上には、この限定ステッカー、プレゼントさせていただいておりますのでね、ぜひ、メンバーシップの方もご参加お待ちしております。よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。マスンチャンネルオリジナル商品がついに発売。ナンバープレート、3ナンバー、5ナンバーの2種類をラインナップ。文字が浮き出たデザインで封印付き。塗り方動画を限定公開中。詳細は動画の概要欄をチェック。